ストリングステールの、ゼログラビリティ、無重力ノーシンカーですね、0.2 から 0.3 グラムぐらいかな、はい、の、これを使いたいと思います。ボンバスト近日販売ですね。これ近日ですね。だから動画編集しても多分まだ販売してないかなっていう。5色ですよね。そうです、はい、5色、いきます。で、これテールがあるんですけど、でこれちゃんと説明してるんですけど、で、このテールは一応巨大魚、マックステール長くなってるんで、対象魚が小さい時自分でハサミでこれカットして使ってもらいたいのよ。マックスでかくなってるんで、自分で今ちょっとこれカットしてあるんだけど1センチぐらいカットして使ってもらいたいの。で今から釣るのは、アクアヘブンさんの数釣りエリアなんで、それでちょっと1センチぐらいカットして、使わせてもらう。皆さんもだから、自分の好みのサイズに、切って使ってください。これね実は超短くしても釣れるんだよね。はい、昔出してたじゃない、 なんだっけハイパーミニ、ハイパーミニよく覚えてんな。ハイパーミニにもなるんでということです。で今日ゼログラビリティをメインで、ゼログラビリティ無重力、これ下回んないんだよね、これ噛まれたから牛木さんに、はい、でそれでメインでいきたいと思います。でボンバチ、はい、じゃあゼログラビティのホワイトですね、5色だよね田村君ね、展開ね、はい、でホワイトでちょっと釣らせてもらいたいと思います。でテールは1センチぐらいカットしました、1センチカットしましたね。はい、じゃあ行きます。まずはちょっと泳がしてみる。はい、じゃあちょっと1投目投げて、あ、田村君見て、マスボール、着水と同時にマスボール泳がす暇もない、今着水と同時にちょっとマスボールできて、はい、こんな感じですね。まあちょっと前回も見てもらったと思うんですけど、こういう感じで、はい、簡単に泳ぎます。はい、で基本的には、泳いでフォールして、ゆっくりフォールして、ボトムに着底して釣るみたいなのが基本です。で表層出てくる間は、まあ、当然表層でどんどん釣っちゃってもいいと思うんですけど、はい、もう今これ魚すげえ追ってきてますね。こう、まあ、シェイキング的な、こんな引き波立ててこうやって泳がして、で泳がしてこうやってフォールさせて魚誘っといて、ただフォールめっちゃ遅いんで、はい、でラインある程度張っといて、マカリだこうやって張って、バイトですよね。テール濡れると 0.7 グラムぐらいになるんで飛ぶんですよ。もう多分マスボールできてる。はい、でこのサイズなんで、今このサイズなんで、テールを1センチぐらい切ったってことですね。やっぱりテールめっちゃノーマルのままだとちょっと長すぎるので邪魔になるんで、フッキングので、1センチぐらい切るとこうやって完全に乗る感じですね。はい、今これ魚20センチぐらいかな、魚ね。そうだよね、これ一回1匹目だから入れましょうか、はい、あ外れちゃった。であとこれストリングステール のいいところは飲まれない、飲まれないって言っちゃうとちょっとまずいから、飲まれにくいってことですよね。これがちょっと売りなので、はい、今、ボトムついたんで、はいはい、こんな感じですね。今ストリングステールの、なんだろう、普通のジグヘッド付きは売ってるんで、皆さんから着々と SNS で超過情報上がってるんで、まあ、とにかく釣れると。でやっぱ安いよね、安い。でちゃんとリリーサーでこうやって外せるんで、はい、じゃあですね、ちょっと思ったよりさらに魚のサイズがあれなんで、もうちょっといきますね。いいですか、このぐらい、あと1センチいきました、このぐらい短くしました。はい、じゃあこれでいきたいと思います。ちゃんと切ったやつは置いておきますね。はい、ドーン、よし、ちょっと強く合わせてみました。やっぱ田村君このサイズだね。はい、見てくださいよ、このフッキングの位置が本当にあれなんですよ、上顎なんですよ。金属で釣るときとプレミアとかで釣るのと全く同じところにフッキングしてますね。はいはい、だからリリーサーで、いつもと一緒にリリーサーで簡単にこうやって外れる。あ、マスボールできてる田村君。あ、すげえついてきてる、すげえついてきてるよ。なんでこれストリングスって飲まれないんだろうな、俺もわかんない、作った本人がわかんないですよね。
なんか飲まれないですよ、偶然。ほんと普通の金属で釣ってるのと全く変わらないですよね。でもやっぱりあれだね、カットしてよかったね、さらに1センチ。あの、風でラインが引っ張られるじゃない、ちょっとルアー動いちゃうんだよね。だけどこうやって釣れちゃうっていうところがすごいんだけどさ、まあこう勝手にドリフトしてんだろうね、あの水中で。はい、これもちゃんと上顎です。もう上顎以外かかるとこないよね、完璧だよねこれ。ほんと飲まれないフェザー、世界初じゃないこれ。はい、ほんとにこいつすげえよ、やばいよストリングス。よし来た、うーめっちゃ楽しい、ふーね、これもうフェザー専門になろうかな。やばいねこれ。来ました、なんとあの真ん中の噴水に入りました。なんでこんな飛ぶんだ、はいはい、じゃあこれで場所を移動したいと思います。2g のストリングステールでボトムバンプ、 B5 のボトムバンプみたいな、すごいっす。こういう、田村君いい、こういう感じですね、ボトムでこういう感じ、こういう感じになってる、こういう感じのイメージで動いてるんですよね、こういうイメージ で投げてボトム取って、ボトム取って、まあ本当にこういうロッドで上下で、多分ボンバチ使ってもらえればコン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 してるの分かるんで、トン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 、日の乗りトン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 、今魚がね多分ねルアーの周り湧いてきてるんだよね。ちょっと今見本でやってるから、あのバイトがあっても合わせないですけど、 こういう感じ。これも、あーこれも釣れちゃってるね。ちょっと釣り方を覚えてもらいたいんで、あんまりちょっと釣りたくないんですけど、やっぱりすごいですよ、絡んできて魚が、めっちゃ絡んできますね。この多分ねフェザーであんまりこんなことやってる人いないと思うんですよね。ボトム叩いてるってあんまりちょっとフェザーで見たことがないので、すごく面白いと思います。で今これフェザーのストリングスカットしてないですよ、実はカットしてないんで、ちょっと長めのピンクのやつでいってるんですけど、もう一回いってみますね。もう一回いきます、釣り方覚えてください。投げる、着水、フォールさせる、ボトム取る、はい、これはもう大きくこうやってもいいし、極端な話こうやってもいいし、このぐらいでもいいし、もっと細かくトン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 やってもいいし、トン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 、日の乗り、こういう細かくですね、細かくで、たまに止めてあげる、でまた変化をつけてこうやって、ちょっと今ライン見えなくなったんで、でこうやって止める、でまたボトムちょっと早めに細かくバンピング今入れてます。で止める、今これバイトですね、はい。ちょっと今は釣り方をやってるんで、ああ釣れちゃった、いきます。ちょっとじゃあ噴水の中投げてフォールさせてボトム取って、もう一回いきます。ちょっとね今光って見えないですよね、このくらいの角度で。これ本当覚えてくださいね、これあの B バイブでも使えるんで、金属でも使えるんで、ボムだけではないので、あ、すごい、あ、また釣れちゃってる、釣れちゃった、はい、すごいっすね。これストリングス切ったらもっといけるかな、今ちょっとまたストリングスあの長いまんまなんで、カットしてもいいと思います、はい。投げる、着水、フォールさせる、待つ、ボトムつく、細かい、今細かい方がなんか魚集まるみたいなんで、こういう細かくいきます。トン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 、日の乗り、止める、でまたスタートする、これ完全なボトムバンピングですね、はい。出島機とかじゃないです、ロッドでやるバンピングですね、はい。ロッドを上下してやるバンピング、はい。で手前止める、でまたスタート、手前もすごい魚影濃いんで、これも効くと思います。これマーカリダ見えるんで、こうやって動かす、またバイ釣れちゃった、
すげえな、これいくらでも釣れるよこれ。無双状態。はい、行きます。うわやばい、本当に乗っちゃった、あそこに。はい、行きます。沖で釣りたいね、ちょっとね。今度じゃあ止めないでずっと行きますよ。リズム覚えてください。トン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 っていう感じです。トン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 、はい、日の乗り。今はラインに水つけてちょっとライン読みやすいようにしました。でここで止めます一回。でまたスタート、変化をつけます。で止めます。でまたスタート、でまた止めます。でまたスタート、こんな感じですね。ストップ&ゴーみたいな感じです。止める。今バイト来てますよ。はい、止める。今来てますね、来てます。これ面白い。ほらほらいったもういくらでも釣れるよこれ。無双だよ、無双。